さん、猪俣さん、大丈夫ですか？ねえ、大丈夫ですか？キーを押せ、おい、キーを押せ。ったく、ちょっと電話するとすぐサボりやがって。お、かけてるじゃないかよ。なんだこれ。これ、何なんだよ。ダメですか？ホラー以前にドラマがねえじゃねえかよ。もっと人間を描けよ、人間を。誰かが殺されて、キャーとかうわーとか叫びゃいいと思ってんだろ。ホラー舐めてんのか？シナリオのコンクールで賞を取ったと言ってもプロじゃ通用しねえな。いいから続きさっさと書けよ。メーカーが初稿まだかまだかとうるさくてよ。家で書いてもいいですか？ここだと集中できなくて。原稿仕上がらないから呼び出したんだろ。夜には返してもらえるんでしょうか？終わればな。完結すれば3日でできるだろう。おいおい、まるで俺が監禁してるみたいじゃないか。これは缶詰って言うんだよ。昔は旅館にこもって書かせてたんだ。それにちょうど監禁ホラーなんだから、ヒロインの気持ちがわかるんじゃないのか。おう、時計の準備どうだった？あ？スタジオ見学するのに連絡入れてないってどういうことだよ。そうだよ、分かってるだろ。いつものところだよ。そう、一番安いのでいいから。早く逃げなきゃ。それよりあなたの方が心配。私が力になってあげる。
清瀬、おい、清瀬。すいません、つい夢中になって。なんだその面は。ちゃんと寝てんのか。分かってます、このまま続けます。昔はな、鬼の猪俣って言われてたけど、仏の猪俣って言われるぐらい優しくなったんだぞ。このプロットって猪俣さんが書いたやつですか。猪俣じゃねえ、監督だろ。すいません。で、何？なんか、監督の作風とちょっと違う感じが。昔書いてもらったんだよ、清瀬みたいにデビュー目指していた女性ライターに。へえ。どうしてその人が書かないんですか？引退したとか？死んだ。すいません。なぜ謝る？いえ、その人病気か何かですか？知らない。突然音信不通になって、やっと繋がったと思ったら親が出て死んだだってよ。聞いても教えてもらえなかったの。ほらほら、手が止まってるよ。いや、
久しぶり。監督？新企画あるんだけど、打ち合わせしよっか。この前のはどうなったんですか？あのまま撮るよ。主演も決まって来月いい。え？監督が本を書いたんですか？君の原稿、ラストまで書いてあったの。おう、入れ。失礼します。今さ、今度の作品の衣装合わせしててさ、終わったら打ち合わせしよっか。その辺座ってて。どう？今度主演される方